缶抜いちゃうんですよね、いつも。あのね、バンドの種類にもよるんだけど、これは弓缶一体型だから片方先に抜くっていうのができないんで、ここを少し縮ませて、で、穴からずらすんですよ。やっぱこの指で押さえるんで、こっち側に押してあげるんですよ。あ、なるほど。ちょっと浮かすってことですね。そう、この今状態だと片側は外れてるんですよ。で、こっちは入った状態なので、で、ここで押さえた状態でこっちを持ち上げてあげると浮いてくるから、それを一気にやっちゃうと今度このバネ棒がその力でこう傷つけちゃう可能性がある。だからあの仕上げとかした後はみんなここにセロテープあったりして傷つかないように入れてるんですよ。で、特に一体になってる弓かはそれをやんないとやりづらいかもしれないですね。ここより出しちゃうとバネ棒でセロテープの下が持ち上げちゃうから、ちょっとそれよりもちょっと手前ぐらい。だけど多分つかないんだな。これでこの状態だったらそんなに力入れてないんで、先に下入れちゃって。入れるときはこっち側こう片側入れちゃうじゃないですか、はいはい、片側入れるけどまだ穴には入ってないんですよ、はいはい、でこのままだとここのつばがこのケースに当たっちゃってるから、はいはい、この状態で押しちゃうとそこに縦傷がついちゃう。少しこっちの指で押して少しここの間を開けて、はいはいはい、出てるでしょ。開いてるところでこの下まで入れるんですよ、はいはい、で押しちゃう。だから傷にならない。こっちはもう先入れてるから傷つかない、こうやれば傷つかない。ただ慣れてないと傷ついちゃうだろうから、先にセロテープを貼っとけば傷をつけるリスクは軽減する。ちなみにこっちは革バンドとかに使うんだと思うんですけど、そうですね、メタルではあんまり使わないですかね、うん、メタルバンドだとこう下げる動作があるから、この幅より広くないと使えないから、カーバンドだと多少こうやってやってあげても革だから少し力入れられるんで、金属だとそれ以上下げられないんで、この隙間が、要はバネ棒の先端の隙間が空いてないと下げられない、動かせないから、これ使い分けだよね。あとはつばに引っ掛けるようにして使用します。画像右側のようなつばが2列になっているタイプだと使いやすいそうです。両側の先端を引っ掛けるようにバネ棒を挟んでいきます。バネ棒を挟んだらそのまま固定し、時計を押さえている方の手を動かします。入れるのも本当はこの方がここに傷つきにくいですよね。もうこっちは縮める動きだけでケース側を動き差しするって、こっちは動かせないともう滑っちゃうから、はい、すぐ、はい、この方が取りやすいから、上からこう入れちゃった方がいいけどね、はいはい、こう入ればこう入ればもうこのまま、そうですね、やればあとはもう入っちゃうから、入れる時もこれでやった方がここに傷がつきにくいかな。だから使いこなしちゃえばこっちの方が楽かもしれないですよね、やる人は。ただ使い分けるようかな。固着してるときはこれはあんまり使えないし、はい、常にここはやっぱきれいにしといた方がいいかもしれない。クロスで拭いたり、バネ棒外して洗浄するとかね、バネ棒のここをきれいにするとかしとけば、そこ放置しちゃうからここにゴミが溜まっちゃって、そこから腐食して錆びて固着していっちゃうんですよ。歯ブラシでもいいんですよ、使わなくなった歯ブラシとか、なるべくここにゴミを溜めないようにしないと、あとあとここは外れなくなると余計な作業が加わっちゃうから余計お金がかかっちゃう。長く大事に使っていこうと思うんだったら、そう、手入れを外す技を習得して定期的に外して、Thank you.
動画でまたお会いしましょう。バイバイ。